デパートのあのレストランとか空いてるってこと？可能性があるってことじゃない？ご一食できんじゃん。ね。まあでもなんか全部空いてるわけじゃないみたいな話だった。サーモン食べたい。え、サーモンのお店行く？行けたら行ってみようか。今から行く？今から？マジ？悪くは？ない。行き？たい。どうちも。お店は開いたけど、チェックが厳しくなったんでしょ？なんかそれ確かね、インスタとかでもタイ在住の奥さんとかがカフェ入るのも QR コードして、なんか住所と名前書いてしかカフェでお茶できんかったりとかして。とりあえず家の近くのあのデパート見に行く？デパートの入り口、たっちゃん先に行って、足のチェック。え、やっぱ QR コードしてる、みんな。すごっ。なんて出てくんの？電話番号を入れる。そして出るときもまた QR コードして終わりね。多分出ましたっていうボタンを押す。入りましたと出ましたボタンを多分さ。そう、ここのね、しゃぶしゃぶも行きたいんだよね。え、食べてない？店内でなんか仕切りみたいなのもしておる。サーモンのお寿司食べたい。2400円ぐらい。でも一回行ったら美味しかったよね。また行きたい。え、あれ何、テイクアウトホームだったよ。え、和牛丼ぶり270って1000円ぐらいか。でもここはね、こういうね、怠け者っていう名前で、日本系のやつはとりあえず高いね。 QR コードほらあそこあるよ。これで読み、お店店内一つ一つも読み取って入れば食べれる。これめっちゃ美味しいらしいよ。これそうなの？前と違うけど。帽子屋さんも開いてる。こんにちは。ここも開いてなかったよね。めちゃくちゃ開いてるじゃん。え、食ってるじゃん普通にラーメン。ほら、なんかで、本当だ、食べれるようになったんだね。でもなんかまだ活気は取り戻してないね。閉まってるとこもあるから。あの服かわいい。洋服とか見れるようになったらめっちゃ嬉しいんだけど。このアングル日本みたい。確かに松木洋がバックだ。食べてるよ。オッケー。お前や。普通に食べてたよ、二人。食べてたね。あのネイルサロン開いたかな。ネイルサロン、え、やったことないじゃろ。あ、いや、あるよ。開いてるやん。ここでやってもらったの。あ、そう。かわいいやろ。確かに。かわいい。ここも開いたんだね。ね。あ、私の好きなお店開いとるやん。ここかわいいよ。韓国なんかな。どうかな。かわいい。ここのそのパジャマ買いたいんだよね。私長袖で寝るじゃん。こういうザパジャマみたいなのが好きなんです。山くん。なんかピンクの方がいいね。山くんより先に絶対私の方が子供の頃から着とるあのパジャマ。開いてるわけじゃないね。サーモンの食べ放題のお店はもうちょっと後かな。残念ながら。サーモン丼にしました。サーモン欲が。いただきます。
べ放題行けなかったけど許す。よかったね。おいしい。ビュッフェとかがね、できるようになってから、ね、行けたらいいね。まあ、うまい。